よろしくお願いいたします。理化学研究所早川英介です。えっ、ー、と今日のえっ、ー、と本日の講義の目的はですね。まあ、メタボロミクスデータの解析法を理解し、まあ、研究に活用してもらうとまあ、そういうことができるようになってもらうということをまあ、目的として設定させていただいています。本講義の対象。まあ、こんな方を。まあ、基本的にあの。 想定しているという意味では、まあ、資料分析のデータ解析にあまり慣れていない方、まあ、データ資料分析のデータ解析を始めたばかりの方もしくはこれから始めたいと思っている方ですとかほ、まあ、他のオミックス研究者の方でメタボロミクスのデータ解析にも挑戦していきたいというような方をまあ対象に考えています。まあ、講義内容としては、まあ、最初にメタタボロミクスデータの簡単な解説をですね あのまあ、メタボロミクスもしくは質量分析データを触ったことがない方向けにあの簡単にしたいと思っています、まあ、そのっ、えー、とに公共のレポジトリデータの使用法解説などに関して触れてで最後にメタ,ボメタボロミクスのデータ解析に関するツールの紹介を簡単にしたいと思います、まあ、全体としてあの個別の詳細な専門的な解説というよりはですね 質量分析データ解析の初心者の方や、まあ、メタボロミクスデータをこれから活用していこうと思われている、まあ、どちらかというと1000万の方々もしくは初心者の方々のための入門もしくはツールの紹介といった内容になりますでははじめに質量分析によるメタボローム解析について、まあ、非常に簡単なんですけれどもお話ししたいと思いますメタボロミクスはまあその名前の通り代謝物の相対としてのメタボロームを分析そして解析する 手法になっています、まあ、ここにまあ資料があったとしてですね、まあ、膨大な数の種類の代謝物が入っている資料をまあ液体もしくはガスクロマトグラフィーで分離して各時間ごとに質量分質量スペクトルを得ると、まあ、つまりクロマトグラフィーでまああの複雑資料の化合物の複雑性を低減、まあ、きれいにしてきれいにしていくと同時に時間軸の情報を与えて まあ、あの質量情報、まあ、質量電化比、もしくはマスオーバー、マス・トゥ・チャージ・レシオっていって、まあ、質量、質量、化合物の質量と、まあ、ア,ダクトアダクトを含めた質量をあのチャージで割った値、まあ、質量情報とまあざっくり言いますが、まあ、それをあの合わせた情報として、えー、と最終的にまあ膨大な質量ピーク情報が得られると。まあ、その中に、まあ、ここの図では、まあ、2次元で表現していますが、まあ、質量情報と、まあ、シグナル 強度と保持時間クロマトグラフ上の保持時間といった情報が得られるということになります。まあ、こ,のこういったあの質量分析によるメタボロミクスですね、まあ、たあの分析法のアプローチとしては大まかに分けて2種類ありまして、まあ、1つはターゲット分析これはあらかじめ測定対象何を分析するか何を見るかというどんな化合物代謝物を見るかというものを決めて分析を行う。 方法どちらかというと古典的な方法ですね。もう一方で、えー、とノンターゲット分析ですね。これは測定対象をあらかじめ設定せずに分析を行い検出された質量ピーク全てに関して解析を行うと。つまり得られた質量,質量スペクトル情報だけでは 化合,物は化合物自体はまだその時にはあの構造情報は与えられておらず、まあ、未知化合物としてのスペクトル情報を得た後に、まあ、アノテーションという作業をして、このピークはこの化合物であるというようなまあ処理を行うというようなあのアプローチです。まあ、こちらの方がまあハードルがちょっと高いということですね。まあ、このアノテーション自体が実はあのメタボロミックスの分野では非常に、あのーまあ、あのまあボトルネックといいますか難しい。 あの難しいテーマにはなるんですけれども今回の講義では直接扱いません今回の講義では基本的にあのアノテーションが進んだ後の化合物の名前が付いたデータを扱うというような形でやっていきたいと思います。 ではメタボロミクスのデータ解析のフローを大まかに説明します。まあ、と,とはいえ、こうしなければいけないというのでは決してなくてですね、あくまでまあ代表的なデータ解析の流れの一つを紹介するというような形ですね。まず研究プロジェクトごとにまあ複数の資料、まあ、資料1つしか測らないというケースは多分あまりないと思うんですけれども、例えばある特定の薬剤に関して研究したい場合は、コントロールに対して薬剤処理をしたもの、そしてそれぞれにレプリケートがある。 とといいった資料があると思います、まあ、それに対して危機器分析、まあ、LC もしくは GCMS を行い、まあ、質量分析系から出た生データですね生データをまあローデータと一般的に呼ぶんですけれども、まあ、このローデータに対してまあ質量分析特有のデータ処理を行います、まあ、今回はこの,この部分の話はあまりしないんですけれども、まあ、ローデータに対してまあピーク検出ですとかあとアライメントといったまあ時間軸の調整 そこからまあ化合物ごとのアイストープグループをまとめるような作業ですとかあとは先ほど言いました化合物のアノテーションですね質量ピークに対して化合物の名前を付けていくといったような一連の作業がありますでこの処理をまあ適切に行うことでえっとまあデータ行列ですねまあ比較定量テーブルといったりまあ人によってはエクセルテーブルといったような名前も呼び,呼び方も をすするる人ももいるんですけれども、まあ、基本的にこのように各資料ごとに各資料に関して各代謝物のシグナル強度の情報が、まあ、データ行列になっているとこういうようなあの情報が、まあ、データ行列といった形で得られます。でこのデータ行列に対して大、まあ、変量解析ですとかエンリッチメント解析などを行うことで、まあ、データの傾向を見たり。 重要な代謝物を発見したり、まあ、生物学的な解釈を行うといったようなフローが、まあ、比較的一般的なメタボロミクスのデータ解析の流れになります。で、えっとですね、この資料分析のローデータですね、まあ、これはあの、まあ、先ほどお話ししましたけれども、資料分析系から出てきた直後のデータですね、基本的にバイナリーデータ。 でまあ、人間がファイルテキストファイルで開いて目で見るようなことはできない、まあ、バイナリーデータになっており、まあ、装置のセッティングですとか、まあ、質量情報、まあ、シグナル強度イオンカウントなどの情報ですとかクルマトグラム情報さまざ、あ、ま入っていますで、えーとまあ、近頃はまあベンダーが装置のベンダーが提供している SDK で中身をじ直に見るということはまあ可能になります、まあ、一方で、まあ、データ共有といった観点からはあの ベンダー得意的なローデータという形ではなかなか共有が難しいので、まあ、あの公共のフォーマット MZML というのがまあ一般的によく使われていると思うんですけれどもこういうフォーマットもあります。これは XML ベースでまあ開けば何となく目で見ることはできる。まあ、もちろん実際の解析はソフトウェアを使うんですけれども、まあ、そしてまあ、まあ、この後にいくつかツールなど紹介しますけれどもほとんどのまあ質量分析系の関連のソフトウェアツールで読み込みが可能 となっていますでこの MS コンバートというツールで、まあ、ほとんどのベンダーの,の、えー、とローデータから変換することが可能です。でまあ、ローデータの中身はどんなものが入っているかというのは基本的に、まあ、先ほどのベンダーの,あのローデータと、まあ、中身としてはもちろん同じなわけなんですけれども、まあ、装置の情報ですとか、まあ、測定条件あとはですね、まあ、あのイメージング必要分析といって、まあ、今回は全く触れないんですけれども、まあ、位置情報座標情報を 持ったデータの場合はそういった情報を持っていたりもしくはイオモビリティといった別の分離デバイスが統合された形ですとそのような別の分離軸の情報があったりと、まあ、基本的にはスペクトルが膨大に並んでいるというような状態ですね。これを先ほどちょっと触れました必要分析のデータ処理スペクトル処理アライメント フィーーチャー検出そしてまあそこからデータ行列を作り出すと、まあ、こういったあのデータ処理の流れになりますではまあ次にあのメタボロミクスのデータリポジトリについて簡単に紹介していきたいと思います、まあ、メタボロミクスに特化した公共のデータリポジトリというものはいくつかあってですね、まあ、そ,そこに先ほどお話ししたまあローデータですとかまあデータ行列 その他いろいろメタデータに関するファイルなどが格納されています、まあ、これは再現性の検証やまあデータ共有のためにまあ近頃では論文投稿時にまあ強く求められている、まあ、こういったあの公共のレポジトリにサブミットすることが求められていますここにはいくつかの代表的なレポジトリを挙げています、まあ、最初に挙げているのがまあメタボライツといったあのレポジトリでこれはまあメタボロミクスの実験 関連情報も含めたデータのレポジトリで現在1300前後のマスタリーが格納されていると。その下にあるのはのメタボロミクスワークベンチですね。これはレポジトリ以外にも解析ツールなどいくつかあの付属の機能があったりしています。またその下のレポジトリですね。これは植物に特化したメタボロミクスのレポジトリというものもあったりします。あとまあ国内のレポジトリとしてはまあメタボバンクですね。 これはまあメタボロミックスのデータリポジトリで特に MAGE タブフォーマットですかこれを使うことで他のオミックスとの,あの連携が取りやすいような形になっていますまだできたばかりなんですけれどもこれからどんどん登録数が増えていくものと思いますこのようにまあこの、えー、とレポジトリに資料,資料、まあ、実験のメタデータ実験情報 のデータが整備されており、まあ、再解析です。とかまあ、他のオミクスデータとの連携などを行うことを行う上でまあ利用価値は高いと思います。まあ、特にこの後メタボライツに関して説明しますが、これまであのまあ、正直メタボロミクスのレポジトリというのは、整備が他のオミックスに比べ、かなり遅れている部分があったんです。けれども、このここ数年ですね。この1、2年前後、急速にあの整備が整っており。 今後はこういったレポジトリを活用してデータの再解析ですとか大規模な統合の再解析っていうのがまあ盛り上がってくると思います。で、まあ、こういったレポジトリのデータではどういって使うのかと、まあ、もちろんこう使わなければいけないといったあの決まりですとかそういうものはないんですけれども、まあ、想定できる活用法としてはまあ例えばまあ自分が興味ある現象ですとかサンプル もしくはまあ他のゲノミクス、プロトミクスなどのオミクス研究をしていたと。そういった場合に、ではそうい,そういった資料、それにそのものっていうのはそらくないかもしれないんですけれども、まあ、それに似ている参考になるあのメタボロミクスデータを活用したいと。そういった場合にはメタボロミクスレポジトリにアクセスすると。そこであ、まあ、実験情報おなどのフィルタリングで、まあ、自分が興味あるデータを取ってくると。 まあローデータをそのまま扱うっていうこともまあやろうと思えばやれるんですけれどもそれよりはもう特にメタボライズの場合はもう化合物の名前の付いたデータ行列があの整備されているのでまあそのデータ行列をダウンロードするとそして取得したデータ行列をまあメタボロミクスデータ解析に特化したプラットフォーム上でまあ解析を行うとそしてまた変量解析ですとかエンリッチメント解析を行う。 そして、まあ、代謝パスへの情報ですとか、まあ、より生物学的な情報、まあ、生物学的解釈に結ぶような情報を得て、まあ、その自分の元の研究にフィードバックするといったような、まあ、フローが考えられるかと思います。ではまあここでその、えー、とレポジトリですねメタボライ代表的なレポジトリの一つメタボライツを簡単に説明していきます。こののののメメタタボボライツというのはメタボロミクス研究のための まあデータベースレポジトリであってまあローデータもあるんですが、まあ、実験情報、まあ、データ行列などがまあ登録さ整備されているとでまあクロススピーシーズクロステクニックというふうにまあ銘打っているんですがまあこれはまあつまり特定の生物種に限定したものではなくてまあ人間ネズミもいればまあ植物の実験データもあるとあとクロステクニックって言ってるのはですねあのこれまああの割とあの 今まであのメタボロミックス、まあ、今回の,あの講義ではあのメタボロミックスイコール質量分析のようなニュアンスでしゃべってしまっていますが、まあ、実際には NMR なども使われているので、まあ、メタボライツ上では質量分析データと NMR のデータもまあ共存していると。そしてまああの化合物情報ですとか、まあ、その他関連情報ですね、外部のデータベースとの接続性も担保されているという形ですね。まあ、基本的な構造としては、s スタディーズという カテゴリー、まあ、領域に、まあ、プロジェクト単位研究プロジェクト単位での、まあ、各種データが登録されていると。で一方で、まあ、コンパウンズといった方に、まあ、代謝物の構造のデータベースがあー存在しているという、まあ、その間を行き来することも可能というような形ですね。でメタブライツ上では、まあ、データが研究プロジェクトごとにスタディという形で整理されています。まあ スタディというよりはまあまあ大抵の場合は1つの論文のためのデータが1つのスタディとして格納されている形ですね。でまあ現在2023年ちょっと前に見たところ1300前後ありましたしこれから速度的に増えていくとは思います。それでそのスタディをですね分析方法ですとかオーガニズムもしくは オーガニズムパート、まあ、V ですとか、そういった情報でまあフィルタリング、まあ、ここにあのフィルターする項目があります。それで、まあ、あとはまあキーワードですね、特定のキーワードを入力すると。そういった形でまあ自分の興味ある、あの自分の解析に、まあ、自分の研究に活用できるデータセットを検索することが可能になります。で、えー、と各スタディのページですね、まあ、これは特定のまあスタディの ページなんですけれどもここのアクセンに書かれた部分がまあタブ構造になっているんですけれども、まあ、ディスクリプターズの部分にまあスタディの内容を示すキーワードですね、まあ、これもちょっと正直あの必ずしもキーワードを皆さんが頑張って入力しているともうちょっと思いがたいような部分もあったりするんですが、まあ、キーワードが入力されています。 でプロトコルの部分は資料調整法、質量と資料調整ですとか、資料分析の分析表、またアノテーションですね、まあ、特にアノテーション法の確認というのは重要だとは思うんですけれども、そういったもうあの資料調整からその先の、えーとまあ、データ行列を作るところまでの処理ですね、そこ、それが、まあ、ざっと見たところ、皆さんかなり詳細に書いてある印象です。で、サンプル図の部分のタブには各サンプルの概要。 で,アッセーでは各サンプルで行われた,行われた一連の処理とでメタボライズという部分で、まあ、この研究スタディで検出された化合物のリストが、まあ、を見ることができるとで、まあ、実際に再解析をする場合には、まあ、このファイルズというところですねファイルズで、まあ、実際に解析に直接使うファイルを取ってくるとでこのファイルズのタブをクリックすると、まあ、このように、あのーまあ、いろんな種類の ファイルを閲覧することができます。まあ、とはいえ、まあ、一番大事なのはですね、この smtbls.txt っていう、まあ、各サンプル、ローデータに関する情報のテーブルと、まあ、investigation.txt っていうのはこのスタディに関する各種メタデータ、まあ、メタデータに関わらず、まあ、アブストラクトなど、まあ、基本的に一般に重要と思われる情報が、まあ、テキストケースで形式ですべて書かれています。 そして map.tsv ファイルというのが化合物がアノテーションされたまあデータ行列になります。で、えっと、これはまあこそのファイルの具体的にどういったものが書いてあるのかという中身ですね。この smtbls.txt というファイル、まあ、t ストと書いて .txt となって、 言っています基本的に TSV ファイルのようなもので、えっとまあ、こ,これは簡単に言ってその,そのスタディで使われているサンプルの名前とその各サンプルの実験的な属性があの、まあ、テーブル形式で書いてあります、まあ、このように、まあ、サンプル名があってそれに対して、まあ、資料の種類とか実験条件です、ね、が、まあ、右に行けば行くほど、まあ、細かい条件になっていくと、まあ、このケースですと例えば マウスのキドニーに関するドラッグの研究であれば、まあ、サンプルすべてマウスであるとそしてすべてキドニー組織はキドニーであるとそしてこの C1C2 はコントロールで N1N2 はまあドラッグトリートデッドであるといったような、まあ、あのこういった群グループあのやはりあの解析する場合に群間比較といいますか、まあ、グループ間での比較というのがする。 ことが多いとは思うんですけれども、そのためのまあ軍艦比較の情報、属性の情報っていうのが、このテキストファイル、SMTBLS テキストにまあ記述されています。これはもちろん人間の目で見てもいいんですけれども、まあ、簡単にスクリプトを書いたら、まあ、あの例えば、このどのサンプルがまあどういったグループに属するのかっていうのをですね、まあ、あの処理することもできるかと思います。で、そして、この MAFTSV ですね、これがまあ 一般にまあこのようにえっとこっちらこっちの方は各行がまあ化合物ですねまあアノテーション済みの化合物ですそしてまあ各カラムがサンプルになりますサンプルでまあシグナル強度の情報が入っているとまあこのようにあのすでにもう化合物の名前が入っているアノテーションがすでに行われているデータが レポジトリにあるっていうのがなかなかあのまあ質量分メタボミックスをやってた方には何というかまあかなり楽ができるかなり助かるといったあの形式でデータが格納されていますなのでまあこの2つのファイルを組み合わせることでですね、まあ、容易に再解析が可能になりますまあ自分の手でまあそのグループを定義して目で見てっていうのも可能ですしまあスクリプトを簡単に 書いてまあ、組織的にすることも可能かと思います。はいで、えっと。まあこの前のスライドまでで。まあレポジトリの中にどんなデータがあってまあ、どういうどういう？まあ、そのデータを使って。どういうどういった？まあデータ解析をするのかと。まあ、そういった部分に関して、まあこのスライドから説明していきたいと思います。で、メタボロミクスはですね。まあ、その名の,名の通りまあメタ。 代謝物のオミクス、まあ、メタボロームを解析するので、まあ、膨大な代謝物のデータが得られるために、まあ、それをその膨大なデータを、まあ、変数をどうやって扱うかどうやって要約していくかというのがま重要になっていきます。でまあ多変量解析というのが一般によく使われていまして、まあ、特にまあ主成分分析と部分的最小値情報がまよく使われます。 まあそしてまあその下流というかそ,のそれに続く形でまあエンリッチメント解析を行うと。まあ、イメージとしてはまあ下にちょっと書いてありますがまあデータ行列を使って最初に大変量解析を行うと、まあ、PCA でデータの傾向要約を行って PLS で, PL S でまあ重要な代謝物はどれかっていうものことをまあ見つけるとで。そのデータをもとにエンリッチメント解析を行い 代謝物パスウェイ、まあ、どの代謝物代謝パスウェイに変動が起きているのかでそれをもとに生物学的な解釈を行うというのがまあ流れになりますちょっと待ってくださいはいでえっとまあここでは代表的なデータ解析ツールですとかデータ解析環境をちょっと設定して 紹介しようと思いますこれらはあのそれぞれ機能が個別であのはっきり分かれる区,区切られてるというよりは、まあ、機能的に多少オーバーラップしたり似たような機能を持ったツールもあったりします。で、えー、と最初にが、まあ、MS ダイヤルですね。これはあのいろんな指したような装置の形式に対応した、まあ、GC であろうと MLC ML であろうとデータディペンデントアクエジションで あろうとデータインディペンデントアクエディションであろうと、まあ、あのいろんな形式のデータに対応,対応できる、まあ、データ解析ツールですね、まあ。とはいえこれデータ解析ツール、まあ、ここで紹介してはいるんですけれどもデータ解析つまり多変量解析とかそういったあのデータ行列を扱うというよりはどちらかというとローデータを読み込んでそこから、まあ、P 検数ですとかアノテーションプラスアルファの解析もできるといった、まあ、ツールになります。 でその下の MZMINE というのも割とそれに似ているんですけれども基本的にローデータをより読み込んでそこから P 検出ですとか、まあ、データ行列を作り出す作るところに重きが置かれて、まあ、でその後のまあデータの可視化ですとか変量解析もまあ多,少多少というかまあできると、まあ、とはいえこの上の2つは比較的あの質量分析のデータ処理という部分に重きが置かれていますで下の方はです、ね、このメタボロミクスワークベンチというのはあの、まあ これは解析ツールというよりはレポジトリデータベースの側面が強いんですけれどもまあそういったレポジトリではあるんですけれども同時にまあ大変量解析などのツールも提供していると。で一番最後がまあメタボアナリストですね。これはあのまあウェブベースのツールで大変量解析、NH メーター解析を含むまあいろんな非常に多数の多様なデータ解析機能を あのかなり簡単に実行することができるといった環境ですね。Web ベースなのでブラウザ上で操作をするんですけれども、まあ、AP I をつ API を使ったりもしくはまあソースの R 言語をダウンロードしてローカルで実行するといったようなまあんて言うんですかね、まあ、拡張性といいますかそういう側面もあります。でまあ今日はその中でメタボアナリストを お話し,したいいと思いますこれはまあカナダのアルバータ大学とマギル大学のグループにより運営されているフリーのウェブサービスですね。なのでダウンロードして使うというよりは、まあ、この彼らのサーバーにアクセスしてそこにデータをあのアップロードして解析を行うと。あとなとえデータをアップロードといってもローデータをアップロードというよりはデータ行列をアップロードしてという形ですね。 であのなんか人によってはいやあの自分たちのデータは他のサーバーにアップロードできないという方もいらっしゃるとは思うんですけれどもそれに関してはあのこの機能同じ機能、まあ、このサーバー上で動いている R, コ R のコードをダウンロードしてローカルで実行することもできます。で最初は、えっとまあ、2011年に最初の論文これが最初だったと思うんですけれども出て、えっと、そこからまあ定期的にバージョンアップを重ねて最 最新のものはバージョン5ですね。5.0になっています。まあ、その中で、ね、非常にあの多様な機能というのが追加されています。まあ、非常に基本的な多変量解析もあれば、まあ実験的というか、先進的な解析法などもまあ含まれています。ということで、まあメタボロミクスのデータの解析のまあ解釈解析と解釈を支援するためのま包括的なーツールで。 さまざまな統計的な解析手法をま統合して研究者がメタボロミックスデータを解釈するというのをまあ助ける特にあのいろんなツールをそれぞれ個別に使うというよりは、まあ、1か所でいろんな解析表を行いたいしかもまあそれを Web ベースで比較的楽なインターフェースで実行できるという意味ではもう非常に優れたあのプラットフォームだと思います。で これがあのメタボアナリストの、まあ、メニューといいますか、まあ、データ解析のメニューです。でこういうふうに、まあテ,まあ、テーブルというか階層構造になっていますが、まあ、1234とありまして、まあ、1の、えっと、レ,イレイヤーというか1のクラスが、まあ、ロースペクトルって書いてありますが、まあまあ、ローデータを入力してローデータといっても MZML とかですねを入力してそこからあのピークピッキングなどを行うこともまあできます。 でその次2番目の MSPEAKS っていう階層はピーク検出後ピーク検出をされた後の質量電化比、まあ、質量情報とシグナル情報といった、まあ、非常にシンプルな形化合物の名前がない状態の情報をアップロードして解析するという機能、まあ、あのレイヤーですねでその次に Annotated Features っていうのはアノテートされた化合物のリスト化合物の名前をアップ アップロードすることでそれに関するさまざまな解析を行うと。で、4番目はあのジェネリックフォーマットといってますまが、まあ、まあ一般的に言ってデータ行列、先ほどからお話ししているデータ行列ですね、はまあこの4番目のレイヤーで解析を行うと。で、大変量解析もまあここにあります。で、おっとすいません。はい。 失礼しました。でえーとまあ、データではどういったデータを使うのかと、まああの、先ほどからデータ行列、データ行列と言っていますが、まああの、先ほどのメタボライズですね、メタボライズのデータを使ってメタボアナリストでデ,データ解析をしていくといった流れを、まあ、このスライドから説明させていただきたいと思います。これ、先ほどのスライドとほぼ同じなんですけれども、この SMTBLS テキストに あのサンプルの情報と、まあ群の情情報報と群ですね、まあ、このケースですと、まあ、この群グループ A っていうのがまあコントロール、まあ、レプリケート2つでコントロールってことは多分ないとは思うんですが、まあ、あのグループ A とでこちらド,リドラッグトリーテッドっていうのがまあグループ B で,それ,ぞれのでそれぞれのサンプル名をこの MAF ファイルの方からまあ探してきて、まあ、ここに群情報を追加すると。 まあ基本的にこれだけで,す、ね、でえっとメタボアナリストにあのアップロードというか情報を入力する際に、えっと、メタボライツの、まあ、ファイルはまあ化合物の名前がこそれぞれ、まあ、いくつかの名前すみません名前じゃないです化合物の名前と、まあ、インチですとか、まあ、データベースの ID っていうのが、まあ、個別の絡みになってたりするので化合、まあ、物の名前だけを取ってくると。 まあこれもこれが可能になるのはまあメタボライツのまあフォーマットというかまあデータあのレポジトリの,あの使用というかまあデザインが非常に合理的だからだとは思うんですけれども、まあ、メタボライツからかなりシンプルにあのデータを取ってきて多変量解析をメタボアナリスト上で行うというのはこのように簡単にできます。 はい、でメタボロミックスのデータ解析はさまざ、あ、まな方法があるんですけれども、まあ、今回はメタボアナリスト上でのまあ代表的な大変量解析を紹介します。で、まあ、今回の講義では、まあ、あくまで、まあ、先ほど最初にお話し,しましたけれども、まあ、ツールの紹介などを目的としているので、まあ、厳密なまあ原理ですとか あの詳細なパラメータなどの解説は行わずに、まあ、ツールの操作方法の説明にとどめておきたいと思います。で、まあ、メタボロミクスの代表的な変量解析の手法というと、まあ、多分皆さん、まあ、皆さんというか、まあ、あの一般的にはまあ主成分分析をやるよねっていうのがまあ,あるとは思います。でえっとまあ、主成分分析は 大量の代謝物を変数として、まあ、それを説明する主成分を作って、まあ、それを軸として次元を削減するとそしてまあサンプル群の代謝物のプロファイルの傾向をまあ可視化すると例えばこれはまああの主成分1番2番で、まあ、グループ ABC っていうのがきれいに分かれるとでそ,れでそれぞれの主成分がどれくらい変数を説明しているのかっていうのをまあ可視化簡単に可視化することができます。 えとそしてもう一つはあの PL、S、部分的最小値情報ですねこれは目的変数目的変数というのはサンプル情報ですねそのじ自分がけんあの実験をする上での,あのパラメータあコントロールとドラッグトリートのような情報ですねそれらを、まあ、目的変数としてで代謝物を予測変数として、まあ、その関係を潜在変,潜在変数を介して、まあ、モデリングを行うと。 まあそうすると、まあ、目的変数つまり軍艦軍の違い実験条件の違いを目,そそれを目的変数とした場合の,そ,のそれに対する気温が高い代謝物というのを選ぶことができるという形ですねつまり、まあえっと、PCA PC 分析の方でデータの全体的な傾向を見て、まあ、例えば明らかに 外れ値的なサンプルがあるかどうかっていうのは PCA で見ることができますしで、まあ、一方であの目的演出をちゃんと設定できる場合は、まあ、軍艦の情報がある場合は、まあ、PLS を使ってその軍艦の違いに一番寄与している代謝物っていうのをまあ選択するとそういうのがまあ有効な活用法かと思います。 でまあ、ここでは簡単にそのメタボアナリスト上でではどうするのかというような操作手順ですね、これをあの説明したいと思います。まあ、先ほどメタボライツから作ったあのメタボライツのまファイルを多少あの軍艦、軍情報を追加した形の TSV ファイルですね、それをまあファイルをアップロードすると。 でそうすると、まあ、入力データの確認ということで例えばちょっと字が小さすぎますが例えばこれ軍艦グループ情報がいくつあるから、まあ、グループがいくつありますけれどもいいですかというような、まあ、確認ですねそういうのがいろいろ出てくると、まあ、基本的にあの、まあ、特に最初にやってみるっていう上ではいろんなパラメータをごデフォルトからあまり変更する必要はないんですけれども、まあ、1つをやらなければいけないのは、まあ、ノーマライズの部分スケーリングの部分ですねオートスケーリングはやはりやった方が いいいととうことはありますでそうすると、あのまあ、これを実行すると、あのまあ、実際はこれ、主成分分析だけというよりはあの、データ行列を使ってできる解析、大変量解析以外もというのがまあ同時に実行されているというような状態ですね。でそれで PCA をクリックすると、まあ、その結果が、結果のページに飛ぶと、まあ、その下の PLSDA をクリックすると、そのページに飛ぶ。 といったような,形ですなのでまあ,あの簡単であると同時に、まあ、効率よくいろんな解析を行うことができるということですね。で今回はまあその結果の見方などを詳細する時間というのがありませんしまあもう一つは大変量解析は必ずしもメタボロミクス特有のものでないということもあるので一つ一つをあの説明は行わないんですけれどもまあ一つ注意点というか言えるのは まあ、あまり特定の解析法の結果特にその統計的な優位性うんぬんの結果をですねあまりあの過信しすぎない方がいいといくつかの手法ですとかいくつかのモデルを合わせて付き合わせて評価するっていうのが、まあ、非常に大事であるとつまり、まあ、メタボアナリスト上だと簡単に何か出力されるからその値だけを見て信じるというよりは、まあまあ、せっかくこういうふうにあのいろんな解析法の結果が出るのでそれらを付き合わせてまあ 信頼性を今自分の目で見るっていうのが、自分の目で検証するですね。それは必要だと思います。はい。で、えっ、ー、と、次はですねあの、エンリッチメント解析の話を、これも簡単にさせていただきたいと思います。まあ、エンリッチメント解析、まあ、メタボロミクスの分野では、まあ、エンリッチメント解析といったり、まあ、厳密にはメタボライトセットエンリッチメントアナリシス。 という名前で呼んだりしますこれは、まあ、メタボロムデータと、まあ、その代謝パスウェイを関連づける手法ですね。比較定量、まあ、比較分析、あ比較解析を、まあ、各個別の代謝物に行うというよりは、まあ、これを代謝経路ごとに、まあ、計算を行うと、そういったアプローチです。で まあ、グループ間軍間で比較している代謝物と、まあ、代謝パスウェイ、まあ、メタボライトセットですねそれらをマッチングして、まあ、特定の代謝パスウェイが優位に変動しているのかどうなのかっていうのを、まあ、検証するといったアプローチになりますまあもちろんこれはメタボ,ラメタボロミクスというよりあ他のオミクス分野の方で、まあ、先行して行われてい いるあのアプローチですが、まあ、メタボロミクスでこれを行う上でいくつか技術的に注意点というか、まあ、コツなどがあったりするので特にそれに関してもお話ししたいと思います。下、まあの方にちょっと書いてありますけれども、まあ、統計的な解釈っていう意味部分ではかなり、まあ、なかなかまだ注意する必要があると、まあ、コンセンサスとして絶対こうすれば。 統計的に正しいといったような手法の確立までにはちょっとまだ至ってないような印象を個人的に受けています。はい。えー、っと。で、メタボアナリストでのマ日面とメント解析はメニューのこのアノテーテッドフィーチャーの部分ですね。で、まあ、入力しなければいけない情報っていうのは、まあ、非常に簡単で。 多変量解析ですとか、まあ、先ほどのケースですと PLSDA の結果であの軍艦の違いに一番寄与している代謝物を選ぶっていうやり方もあると思いますが、まあ、そ,のそれ以外のまあ比較解析でもいいとは思うんですけれども、まあ、軍艦でグループ間で差があった変動があった注目したい代謝物のリストというのをまあここのここに入力する。 だけです、まあ、だけですと言っても実はここが一番注意というかトリッキーかもしれない部分で、えっと、代謝物の名前ですねこれはあのメタボアナリストこのプラットフォームが認識できる名前でなければいけ,いけないということですね、まあ。デフォルトではこの h m d b ヒューマンメタボール b o l i s m 上での化合物の名前っていうのが認識されます認識されますというかその化合物の名前でないと認識されないと。 まあこのインプットタイプという部分で、えー、と他の化合物のデータベースの ID にを認識するというようなあの選択肢もあります。まあ、逆に言うと、その自分の手持ちの化合物、代謝物の名前が HMDB の名前でもなくて、他の化合物、代表的な化合物データベースの ID でもない場合は、それに変換しなければいけないと。これがまあちょっと手間であったりします。 まあこの変換に関してはあの、まあ、メタボアナリスト上でここに緑の矢印で示されていますがここにあの ID 変換ツールというのがあるので、まあ、これを活用しながらああのメタボアナリストが認識できる代謝物の名前に変換する必要があります。いはいで。い。 でえーとまあ、前のスライドであの入力ウィンドウ、入力のあと窓に、まあ、化合物名、代謝物名を入力して、まあまあボタンまあ、実行ボタンを押すと、まあ、このように入力情報の確認のページに移動します。まあ、ここで入力した化合物、代謝物の名前が正しく認識しているかを確認しなければいけないと。 で、ここにですね、まあ、黄色くハイライトされている。これは私がハイライトしたのではなくて、まあ、メタボアナリスト上でウ、ウェブブラウザ上でハイライトされてる、されるんですけれども、これはまあ、こ,のこれは認識されなかった。なんで、この化合物は、まあ、メタボアナリスト上では認識されない。なので、まあ、編集、修正しなければいけないということになります。まあ、その場合は、このビューボタンを押して、そうすると、まあ、名前が似ている候補がいくつか、 リストアップされるのでそれを自分で選んで修正すると。まあ、とはいえそれが一つ二つであるといいんですけれどもそれが膨大であると大変な作業であるので、まあ、なので先ほど説明したような化合物の名前もしくは ID の,あの標準化ですねっていうのがまあ必要になってくるわけです。で、えー、っと次にえー、っと 化合物の名前を正しく入力できて実行ボタンを押すとでは解析に用いる代謝経路の分類を指定するページに行きます。まあ、先ほどちょっと言いましたがあのメンリッチメント解析はメタボライトセットエンリッチメントアナリシスとも言われていますが、まあ、代謝経路に属する代謝物のセットにどれだけエンリッチされる のののかというのをまあ解析するので、まあ、どういった代謝物のセットっていうのを定義するのかっていうのをこのページで決めます。でまあ一般的にはまあ代謝パスウェイですね一番上の SMPDB 代,代謝パスウェイのデータベースっていうのを使うのが一般的だとは思うんですけれども、まあ、それを Keg ですとか、まあ、他のパスウェイデータベースを用いることもできます。まあそれ以外にまあ えっとディジーズ・シグネチャーって言いますがまあ、これは例えば特定のあの病気ディジーズに関連した代謝代謝物のセットに属するかどうかですとかまあ、そ,それ以外にもですね多様な代謝物のセットっていうのをまあ選択できることが選択することができます。で、まあ それに加えて自分で代謝物セットをですねまああまりえっ、ー、とあまりないというとちょっと問題かもしれませんが例えば自分が想定しているとか自分が定義している代謝パスウェイはこういうものであるっていったあのそういった代謝物セットがある場合は自分でそれを準備して、まあ、TSB ファイルで設定してそれをアップロードしてですねアップロードすることであの活用することもできます。 れが上としてるはい。で、えー、っと、まあ、それで、まあ、実行ボタンを押すと、まあ、エンリッチメント解析の結果が出ると。このようなまとめの図が出ます。で代謝、まあ、左の方に代謝パスウェイですね。エンリッチされた代謝パスウェイ。で、それに対して、まあ、エンリッチ、エンリッチメントレシオ。 が表示されます。まあこれによってまあ自分自分が設定した代謝物まあ変動していると分かった代謝物がよりにより強く関連した代謝経路がどれであるかっていうのがまあ分かるようになりますそしてえっとですねそのしまあこれは全く同じデータで違う見方ですねこれはあのまあ 横に、えっとまあ、同様に代謝パスウェイがあってで、まあ、エンリチメントレッシュこの場合は、まあ、あのドットの丸の大きさがエンリチメントレッシュを表現していて、まあ、色が p バリューこういうような可視化の結果が得られるとでより詳細な結果に関しては、まあ、このようなテーブルで、まあ、出力解析結果が 出力されます、まあ、フォルム P という、フ、ま、ォ、あ、ルム法による多重比較補正ですね、多かった後での P バリューですとか、まあ、FDR などが、まあ、リストとして得られることができます。そして、まあ、一番右の方ですね、View、まあ、をクリックすると、まあ、こういった、まあ、その代謝パスウェイ、代謝物セットの中に、まあ、自分が設定した代謝物がどれだけ含まれているか、エンリッチされているか。 はい。で、えーと、最後にですね、これはマルチオミクスについてのデータ解析に関してちょっと、まあ、非常に簡単になってしまいますが、まあ、触れておきたいと思います。このまあ複数のオミクスデータを連携する マルチオミックスと言われているとは思うんですけれどもこれはま,あまさに今盛んに活用しているされているアプローチだと思います、まあ、一方で、まあ、どのように手をつけたらいいのか、まあ、自分の専門のオミックスだったらまあなんとなく分かるが、まあ、それをどうやって連携させればいいのか、まあ、ど,うどうやって大変量解析なりエンリッチメント解析をすればいいのか連携させた上でということがまあ分からない方もまあ多いと思います。まあ これに関しては非常に面白いというかエキサイティングな一方この短い時間ではとても話せないので簡単に触れるだけなんですけれども例えば今回大変量解析としてお話しした PLS ですねに関してはこのマルチセットマルチオミクスに対応した形マルチオミクスのというデータのデータを活用した上で行う まあ,教師ありのマルチセット PLS ログといったまあ論文が報告されています。で、もう一つはですね、まあ、エンリッチ,チメント解析に関しては、ジョイントパスウェイアナリシスというツールが、まあ、メタボアナリスト上に、えっとまあ、すでに実装されています。で、あこれはまあマルチセットな大、えっと、変量解析の結果、マルチセット でえーとまあ、メタボロミクスもしくはメタボロミクスプラスあのプロトロミクストランスクリプトミクスなどのまあ比較解析の結果で優位であると分かった遺伝子ですとかタンパク質代謝物に関してまあエンリッチメント解析をまあ連携して行うとそういったあの手法になります。ちょっと待ってくださいね。 はいえー、っとでまああのメタボロアナリスト、まあ、最初に、まあ、いろいろ挑戦的実験的な手法も実装されていると言いましたが、まあ、このジョイント,ジョイントパスエアナリシスというのもですねもうバージョン5からだったとは思うんですけど先生もうちょっと前かもしれないんですけどすで、まあ、に実装されていて、まあ、先ほどのエンリチメント アナリシスですねその隣にも既にあるといったような形です。で、メタブライトセットエンリッチメント解析では、まあ、入力ウィンドウがまあ1つだったわけですけれども、とこのまあジョイントパスウェイア,アナリシスでは、まあ、その入力ウィンドウがまあ2つになっています。で、まあ、入力しなければ、まあ、これも非常にシンプルなインターフェースなんですけれども、まあ最初にまあ 動物の種類を入力した上で、プロテインまあ、遺伝子もしくはプロテインですね。そ,れその名前を入力。まあ、その自分の比較解析をした上、比較解析結果であの変動があった遺伝子もしくはタンパク質ですね。その名前を入力すると。 でまあ、先ほど代謝物の名前には注意が必要だというふうには言ったんですけれども、まあ、この G 遺伝子もしくはプロテインに関しては、まあ、NCBI のオフィシャルシンボルもしくはまあユニプロットの ID が使えるので、まあ、これはまあかなりまあシンプルというかまあ特に問題なく入力できるんではないかと思いますでメタボル代謝物に関しては先ほどと同じですね 代謝物の名前を入れるとで先ほども説明しましたあの代謝物の名前もしくは ID の標準化に注意が必要というのもここでは全く同じになります。でその上でまあ同様に実行しますと、まあ、このようにえっと代謝これは一つのドットが代謝パスウェイですね。 で、パスウェイインパクトという特殊な、えー、とちょっと用語になりますが、まあ、それと、まあ、ログ、えーまあ、P バリューのログを取った P バリューで、まあ、こういうふうなプロットが、えー、と表示されます。 そして、まあ、各ドットをクリックすると、まあ、このように代謝パスウェイですね。でこ,のこれはまあ代謝パスウェイで、まあ、遺伝子もしくはタンパク質と、まあ、代謝物がまあ混在しているといったような状態です。まあ、つまり最初に入力した遺伝子もしくはタンパク質と代謝物それらがまあ同時に変動しているものがエンリッチされた代謝パスウェイというものがまあ選択されるというような形になります。 でえっとまあ、ここまでであの、まあ、メタボアナリストの簡単な操作法、まあ、機能および簡単な操作法ですね、をかなり、まあ、浅い感じで説明を行ってきました。まあ、一方で、まああの、先ほどからお見せしているプロット以外のもっと詳細なデータ、パラメータですとか、さ、えっと、まざまなコードも含めてですね。 を取得するということも,もちろん可能になります、まあ、このように、えっとまあ、解析結果、まあ、特選用のダウンロードページがあります。例えばまあこの1つの CSV にはまあエンリッシュメント解析の結果があの各パスウェイごとに詳細に記述されていたり、まあ、それにエンリッシュメント解析に使用された代謝物のリストマッチの結果ですね。もう あの記述されています、まあ、あの先ほどお見せしたような画像ファイルももちろんありますし、まあ、あと一つ面白いのは面白いというか、まあ、あの活用できるのかなというのは、まあ、この解析で使った R のコードですね、まあ、先ほどこのメタボアナリストはソースがまあ R で書かれていて、まあ、そのウェブサイトが、まあ、サーバーがそれをホストしているというような形だと言ったんですけれども まあ、あのウェブブラウザ上で実行したあの内容っていうのが、まあ、R コードで記述されていると。なので、まあ、これをあのローカルで、まあ、そのメタボアナリスト R, R コード版のメタボアナリストをローカルでンインストールすればですけれども、まあ、それを全く同じ解析を R コードで実行することができるとそういったあのことも可能です。 なのでこういったあのまあメタバーナリストやはりあの一番のアドバンテージというかいいところはまあ手軽さではあるんですけれどももちろんこういったあの詳細の結果をプラスまあ R のコードをダウンロードした上でより厳密なあの解析ですとかまあ拡張性を持たせるといったようなこともできるというそういったあの非常に優れた解析プラットフォームだと思います。 思いますということで、えっとまあ、これがサマリーというかさま,、まあ、まとめのスライドになるんですけれども、まあえっと、今日はあのメタボロミクスデータ解析の、まあ、最初にメタボロミクスデータ解析の流れを、まあ、最初はローデータから始まり、まあ、その後 MS データの処理、まあ、データ行列を取得した後そこから解析を行うと。 まあそういうい流れであるというようよなお話を最初にしましまたでその後にまあ公共のデ,データのレポジトリのお話をしました。まあ、ローデータだけではなくてですね、特にあの最最ここ数年あの、特にメタボライズとメタボロミクスワークベンチがそうなんですけれども、あ化合物のアノテーション済みのデータ行列ですね、まあ、比較あの再解析が非常にやりやすいような。 環境が整ってきました、まあ、それに加えてメタデータな,などさまざ、あ、まな情報を、まあ、組織的に取得することができるこういった環境は、まあ、ちょっと45年前まではあまりなかったような状況、まあ、非常に再解析ですとか、まあまあ、デ,ータデータサイエンティストが研究をする上で非常にやりやすい状況があの ここ数年急速に進んでいます。ですので、まああのまあ、今回はそのスタディ単位でどういった研究再解析をするっていうような話だったんですけれども、もっとビッグデータとして、まあ、組織的にデータ解析を統合的なデータ解析を行うといった流れも今後加速するんではないかと考えています。でデータ解析ツールに関しては、まあ、今回は主に メタボアナリストを使ったんですけれども、まあ、流れとしては大変量解析でデータの傾向を知ったり、まあ、重要な代謝物をまあ知ることができるとでその上でエンリッチメント解析でまあ変動した重要な代謝パスウェイを知ることができるとでそこから生物学的な解釈につなげることができるとで、まあ、マルチオミクスもしくはまあ他の研究実験データ研究データがある場合はまあそこにフィードアップができればいいと、まあ、そういうような 活用法があるのではないいかとそうううふうに考えておりま,まあ最後にちょっと直接関係なくて、まあ、宣伝みたいな話になってしまうんですけれども、まあ、今回は比較的一般的なメタボロミクスのデータ解析のお話をさせていただきました。で、まあ、一方で質量分析はまあ膨大なデータ。 を含んでいて、まあ、すると性が高いこともあり、まあ、非常に膨大で活用,活用法が、まあ、いろいろあるはずなんですけれどもなかなか現状はそのデータ解析というかインフォマティクスですねデータサイエンスっていうのがまだ発展途上であると思います。でで私まあ私とまあ他のあの関連研究者が、まあ、この質量分析インフォマティクス研究会ということを研究会をやっていまして。 えー、ここではまあ資料分析を用いた研究分野ですね、まあ、比較的オミックスが多いんですけれどもそのデータ解析に向けたデータ解析を研究分野研究対象としてもしくはデータ解析を活用したいと思っている研究者のまあ交流の場であると。 そういうか、えー、と研究会を行っており、まあ、ハッカソンですね、まあ、国内版バイオハッカソンと共同開催がメインなんですけれども、まあ、ハッカソン、泊、まあ、まり込みで、まあ、プログラミングデータ解析の手法開発をやったりですね、まあ、ソフトウェア講習会、まああの、既存のソフトウェアをい,いかに活用してデータ解析を起用するかというようなまあ講習会ですとか、あとはミートアップっていうのはあの比較的あの軽い感じの集まりなんですけれども、例えば資料分析のデータ解析。あの まあ、まさに今日話したエンリッチメント解析とかですね、そういうのはまだこういった課題があるんではないかといった部分での、まあ、ディスカッション、情報交換をするような場を、まあ、定期的にあの開催していますので、まあ、こちらのサイトをぜひご覧になっていただければと思います。で、今回はデータ解析ということで、まあ、データ行列がすでにある状態からのデータ解析の話をしたんですけれども、もちろんあの データ行列を作る部分特にアノテーションですね未知化合物をどうやって明らかにするかアノテーションするかですとかあとはまあもっと言えばその前のどうやって質量分析を分析系を扱うとか資料調整をするかなどまあメタボロミックス全般のですねあの実用的なあのガイドまあ教科書というよりガイドですね実際にもプロトコル プラス、まあ、解説っていうのを網羅的に書いてある、まあ、メタボロミックス実践ガイドという書籍が、まあ、用働者から出版されています。私もあのあのこの、まあ、1つのセクションを書いたりしていますのでぜひご覧いただければと思います。でまあこれ最後に、まあ、これは必要分析のインフォマティクスや、まあ、プログラミングに関してですねそういった、まあ、参考になるような情報を、まあ、個人的に不定期で書いているようなような、まあ、ドキュメントというか まあ、GitHub 上のページがドキュメントがあるんですけれども、まあ、特にですねもう今回触れ,特に触れなかったんですけれどももっとデータ解析用のツールをどうやって書くかとかどうやってプログラミングを質量分析のためように自分で始めるかのようなものを、まあ、ちょっと書いたりもしているのでこの辺もちょっともしよかったら見ていただければというふうに思います。はい、では私の方からは以上となります。ありがとうございました、えー